こんにちは、谷崎テトラです。今日は七夕についてお話をしたいと思います。実は7月7日七夕っていうのは僕の誕生日なんですね。なので昔からすごくこの七夕という日を意識してるんです。七夕といえば天の川を隔てて会うことができなくなってしまった織姫と彦星が年に1回だけ会えるというロマンチックな星物語で有名な日です。毎年7月7日の夜に願い事を書いた色とりどりの短冊や七夕飾りというのを笹の葉に吊るして、星に祈る習慣というのは広く日本人にも親しまれていますね。この七夕の由来なんですけれども、昔中国から日本に伝わった星祭りが起源だと言われています。中国から伝わった気候伝という物語と日本古来の年中行事である、七夕とかが結びついて5つの節句の1つに数えられるお祭りとなっています。この日本古来の七夕というのはいわゆる大祓いと同じように菌類などが増殖するこの時期に魔を払うというみそぎの一つとして行われてきました。みそぎの行事の一つというのはつまり汚れというものを清める行事ということです。毎年この稲穂の開花時期に合わせて主に農村部で行われてきたもので、この七夕の行事ではまず村の乙女というのが水辺の小屋にこもって旗を折る、そして棚に備える、そして神様を迎えて豊作を祈る、そういった儀式なんです。やがて日本に仏教が伝えられて、七夕というのはお盆を迎える準備というように捉えられるようになります。それが七夕の起源ですね。中国では織姫にあやかって芸事とか習い事、そういったようなものをの上達を祈る、星に祈る、そういう行事としても行われています。なので何か習い事している人はこの七夕の星に自分の芸事の上達を祈るというのもありかもしれません。この元々あった日本での七夕というのと中国の七夕伝説というのが結びついて、おそらく奈良時代と言われてますけれども、七夕と書いて七夕と読むんですけれども、これは宮中行事として行われるようになったそうです。織姫と彦星の逢瀬というものを願って、そして歌とか織物の上達というものを祈って、星に祈りを捧げて、五色の糸とか金銀の針、そして三階の食べ物というものを供物として捧げた。これ短冊というのは五色の短冊と歌にも歌われているように、青、赤、黄、白、黒の5色が使われるようになっていますけれども、これはおそらく陰陽五行の影響だと思われます。陰と陽という男性性女性性というものと、それから5つの元素ですね、木火土金水、そういった要素がこの七夕の儀式の中には含まれているんですね。これ実際の織姫彦星と言われている星は、この織姫は琴座のベガ、そして彦星は鷲座のアルタイルです。これに白鳥座のデネブというのを加えて夏の大三角形と言われますね。いずれも一等星の星で、ちょうど7月7日の七夕前後だと夜8時ぐらいですね、東の空に昇ってきます。そして午前3時ぐらいにちょうど頭上へと昇ってくるわけです。そして琴座のベガから南東方向に少し低い位置にこのアルタイルが昇ってきます。アルタイルはベガより少しだけ光量が落ちますね。この地球からベガまでは25光年と言われています。そしてアルタイルまでは17光年、そしてこの2つの星の実際の距離は15光年ということだそうですけれども、つまり光の速度でもこれ15年かかるわけですね。一晩の逢瀬で光の速度でも15年かかる距離を飛んでいくということなんですけれども、願いというものは、祈りというものは光の速度を超えるというのをこのテトラノートの中でも伝えたことがありますけれども、思いはこの光の速度を超えて同時に伝わる、そんなことなのかもしれませんね。この星に願いをっていうのは、これとっても僕はいいことだと思うんですね。この流れ星に願いを込めるなんてこともありますけれども、星に願いを、これ叶うんですよね、きっと。これ星空を見上げることによって気持ちがこうポジティブになって前向きになるというように言われています。星空というよりはこの空を見上げるということですね。これ自殺を考えるうつ病の人などにカウンセラーがアドバイスとして、部屋の天井をちょっと見てごらんなさいというようにアドバイスをすることがあるそうです。ちょっとうつな気持ちになっている時っていうのは、この心がこう鬱になるだけじゃなくて、どうしても視点が落ちていくってことがこの心の状態にもつながるそうなんですね。なのでまずこの上を見る、そして空を見上げる、そうすることによって心というのが晴れやかで、そして前向きになるということは言われてるんですけれども、
もしかしたらこの星空を見上げることによってこの気持ちが前向きになって、そして願いというのを達成する力が湧いてくる、まあ、そんなようなことがあるのかもしれません。これはテトラノートの中でも自分の視線を1センチ上げる、まあ、そんなような話を一回語ったこともありましたけれども、僕たちの心の状態というのとこの身体の姿勢、体勢というのは密接に関わっているということが言われています。普段なかなか夜空を、ね、見上げることも最近はなくなってきてしまったかもしれないので、こういう機会にこの空を見上げてみるのもいいのかもしれません。まあ、ただ毎年七夕って結構雨が降りますよね。これ雨が降ると、織姫彦星会えないっていう伝説になってるわけですけれども、7月7日に晴れる確率というのは東京で平均 26% だそうです。なかなかこの年に1回にもかかわらずなかなか会えない、まあ、そんなことがあるのかもしれませんけれども、まあ、この雲の上はいつも晴れている、まあ、そういうようにまあ考えたいわけですね。イメージの中で2人のランデブーというのをこうイメージしてみるのもいいのかもしれません。ということで今日は七夕にちなんで七夕伝説などについて話しました。ぜひ七夕には星に願いをかけてみてはいかがでしょうか。叶いますよ。ということで、今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。谷崎テトラでした。